おい、デレラ、ジョージュキンプリ5年前のデビュー曲、シンデレラガールミリオン達成。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キングピンスのデビュー曲、シンデレラガールが発売から5年でミリオンセールスを達成した。 米音楽チャートビルボードへの日本公式サイトビルボードジャパンが15日サンドスカンジャパンの売り上げ集計データを元に伝えた。同曲は2018年5月にリリース。初週に577万枚を売り上げ、オリコンチャート初登場1位に。 ただ100万枚の大台には届かず、昨年11月にメンバー3人の今年5月脱退が発表されたのを機に、ファンがミリオンを達成させよう都会に走る、おいでれラ現象が生じた。メンバー5人のうち、平野志洋、神宮寺勇太、岸優太が22日に脱退。それを前にファンの願いが叶った形だ。東スポウェブ。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。